カルロス・ルイス・デ・ボルボン・イブラガンサは、スペインの王族。モンテモリン博。カルリスタ王位請求者として、カルロス六世を称した。スペイン王子カルロスと、ポルトガル王女、マリア・フランシスカの長男として、マドリード王宮で生まれた。1833年に、父カルロスがスペインから追放されると、家族でポルトガルとイギリスへ向かい、青年期を同地で過ごした。 1845年にカルリスタの王位を父カルロス5世から譲られて引き継いだ。1846年に勃発した第二次、カルリスタ戦争で王として擁立されたが、カルロス・ルイスがスペインに入る前にマドリードの政府軍に鎮圧された。1850年7月、両シチリア王フランチェスコ1世の後ジョ・マリア・カロリーナと結婚したが、子供はできなかった。 1860年のカルリストの放棄の最中、三帝のフェルナンドと共に逮捕されて、大い請求権の放棄を強制され、後に解放された。1861年1月13日、突然何の前触れもなく急死した。1月2日に弟のフェルナンドが、1月14日に妻、マリア・カロリーナが死去している。死因はチフスによるものと推測されている。 三人の遺体は、トリエステ大聖堂のサンカルロボルローメを、礼拝堂内に埋葬された。カルリスタ多い請求者の地位は、自邸のモンティソンハクフアンカルロスが継承した。ありがとうございます。